交通風薬は、通風の治療及び、症状の緩和に用いられる、医薬品の総称である。通風の治療は、抗尿酸血症の改善と、急性発作を沈めることに対別でき、抗尿酸血症治療薬には、尿酸の生成を抑制するものと、尿酸の排出を促進するものに区分できる。キサンチンオキシダーゼはヒポキサンチンからキサンチン。 およびキサンチンから尿酸への反応の触媒となる酵素であるが、これを阻害する作用のあるアロプリノールがよく投与される。これにより、プリン体舎は中間性生物のヒポキサンチンとキサンチンの段階で停止し、腎臓から排出される。ベンソブロマロンやプロベネシドが代表的で、金鋭尿細管の有機酸輸送系を飽和させることにより、尿酸の再吸収を阻害する。 尿路結石のある患者への投与は近畿である。スルフィンピラゾンも使用されていたが、2001年3月までで販売中止となっている。比例鳥類は尿酸オキシダーゼにより、尿酸をアラントイに代謝することができる。悪性腫瘍の化学療法を行っている患者は、大量の尿酸が産出されるため、尿酸オキシダーゼの一種である遺伝子組み替え、ラスブリカーゼが注射により投与される。 イヌサフラン由来のアルカロイドの一種であるコルヒチンは、細胞分裂を阻害する作用がある。発作時には白血球の動きを抑えて、組織に集まることを妨げ、尿酸症への鈍食を抑制する。発作の予兆を感じた時に服用するが、下痢や嘔吐などの強い副作用が生じることがあるため、インドメタシンやジクルフェナクなど、ヒステロイド性抗炎症薬も使用される。コルヒチンは、 ヒポクラテスが使用した記録があるほど古くから使用されている薬である。ありがとうございます。